いい汗かいたところで、そろそろあれ行きますか。今日の俺も決まってる。ああ、よしよしよし、おはようトラ。お前ちょっとまた重くなったか。くっそ、この可愛いやつめ。ワン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 、いただきます。は、うん、うわ、うまっ。なんだこの革命的なうまさは。俺ってご飯まで作れちゃうなんて、なんて罪な男なんだ。よし、今日のコーデはこれでいいかな。最高にイケてんじゃん。何も見えないけど。お、LINE 来てる。ったく、あいつどんだけ俺に会いたいんだよ。お、いたいた。よう、おはよう。おはよう、タイガくん。今日もかっこいいね。そうか？まあ、俺だからな。ルックスは中の中、性格はゲのゲなのに、自信満々なところがたまらなくかわいい。じゃあまず、昼飯でも行こうか。ここがお前の来たかった店なのか？うん、ここのお料理とっても美味しいの。もしかして、タイガくん来たことなかった？は？いや、そんなわけないだろ。俺が来たことない店なんてあるわけないんだから。ふっ、そうだよね。タイガくんすごいもんね。メニュー、メニュー、なんだこの店は。めちゃくちゃ高えじゃねえか、おい。俺、所持金5000円しか持ってねえんだけど。ほのかの分もおごると仮定すると、俺ここで半分以上金なくなるんだけど。どうしたの、タイガくん。すごく顔色が悪いけど。なんでもねえよ。さあ、好きなもの頼めよ。俺がおごってやるから。え、本当？ありがとう、タイガくん。やっぱりかっこいいね。まあな。とっても美味しいね、タイガくん。あ、美味しい。美味しいよ。もうデートでは絶対来ないどこ。おいおい、あれ見ろよ。で、別れ話してるに決まってんじゃん、あれ。うん、あんまり雰囲気良さそうではないね。俺たちがラブラブなところ見せつけたら、あいつらどんな顔するんだろう。もう、タイガくんたら。まあ、そんなバカっぽいところが可愛いんだけど。ほのか、好きだ。タイガくん。キス、していいか。うん。ここですんなよ、気持ち悪い。最高な気分だぜ。ほんと、いつにも増してバカっぽい。今日も楽しかったな。うん。あのさ。何？俺、ずっとほのかと付き合ってから聞きたかったことがあるんだけど。もう何？もったいぶっちゃって。私とタイガくんの仲なんだから、何でも聞いてよ。ほのかってさ、俺のどういうところを好きになったわけ？え？それは、タイガくんは、かっこよくて、おしゃれで、男前で。おう！って思い込んじゃってるところが可愛くて、実際はそんな大したことない人間なのに、常に自信満々で、自分は誰よりも優れているぞって勘違いしているの。今日だってお金本当は持ってないのに、気前いいふりして見張ってたでしょ？あんなところ見るともうたまんなくて。どこまでカッコつけるんだろうって思うと楽しくてしょうがないの。だから私はタイガくんとこれからもお付き合いして、その姿をずっと見ていたいの。はぁ、なんかプロポーズみたいになっちゃった。えへへへ。あ、うん、そっか。嬉しいな。ただいま。